タジアム。皆さんこんにちは。本日はバファローズ対マリーンズの試合をここ大阪ドームから実況谷口博明でお送りします。スタジアム。先発ピッチャーは岡島。一塁へ、アウト。打ち取りました。さあ打席には平野。一塁へ、アウト。簡単にツーアウトになっています。これはファウルボールです。ツーアウトでランナーはありません。次が勝負球でしょうか。ボテボテのゴロ。一塁へ、スリーアウト。岡島、見事な立ち上がりです。さあ先に試合を動かすのはどちらでしょうか。タイミングが合いません。あっという間に追い込まれてしまいました。一塁へ、内野安打。さあ打席には井岡。行ったが伸びます。右中間バックアップ。一塁ランナー一気にホームへ。バックホーム、井岡先制タイムリーヒット。このチャンスを逃しませんでした。ジャイアンツ早くも先制しています。打席には斉藤。ノーアウト二塁。あっという間に追い込まれてしまいました。手が出ません。三球三振です。今日最初のバッターボックスに立ちます。ワンアウト二塁。打ちました。センターフライ。ランナーを進められません。ツーアウト二塁。ズバッときました。
ち上げてしまいました。スリーアウト、ランナー1人残塁。しかしこの回ジャイアンツ1点を先制しました。この回の先頭バッターはシェルビー、大きく切れました。ズバッときました。ブルーウェーブ現在リードされています。空振り三球三振です。今日最初のバッターボックスに立ちます。一塁へアウト。これでツーアウトになりました。ストライク、見逃し。ツーアウトでランナーはありません。同点のランナーが出ました。打ち上げました。あ、一塁ランナー一気にホームホームイン。これは痛い失点です。ストライク、いいところに決まりました。ツーアウト二塁、次が勝負球でしょうか。大きく切れました。一塁へスリーアウト。二塁残塁。しかしこの回ブルーウェーブ早くも追いついています。試合が振り出しに戻っています。いました。ボールはファールゾーンへ。宇宙間真っ二つ、勝ち越しのランナーが出ました。いったか、これは大きい。あと一個伸びが足りなかった。チャンスを生かせません。しかしまだチャンスは続いています。一塁へアウト。これでツーアウトになりました。しかしまだチャンスは続いています。このチャンスに代打を出してきました。ストライク、センター前ヒット。そして打順は1番に帰ります。さあ、そして怖いバッターを迎えます。打ちました。スリーアウト、小倉ここは抑えました。2者残塁、ジャイアンツランナーを返すことができませんでした。この回はピッチャーからの打順になります。ここでピッチャーを変えてきました。追い込みました。打ち上げました。レフトフライ。打席が一巡して再び1番バッターです。見逃し。塁に出したくないバッターです。一塁へアウト。これでツーアウトになりました。初球決まりました。空振り、ツーアウトでランナーはありません。次が勝負球でしょうか。空振り三振。3回の表が終わりまして現在同点です。この回の先頭バッターは伊予。初球決まりました。今日はタイムリーを打っています。打ち上げました。二塁へ向かいます。勝ち越しのランナーが出ました。
打ち上げてしまいました。ファールフライに倒れました。チャンスを生かせません。しかしまだチャンスは続いています。打った、鋭い当たり、ランナー三塁を回った、ホームイン、高橋勝ち越しタイムリー、見事なバッティングでチャンスに応えました。貴重な勝ち越し点が入りました。ピッチャー少し疲れているようです。初球決まりました。ワンアウト二塁、抜けました。さらにチャンスが広がります。ズバッときました。ワンアウトでランナー一塁三塁です。追い込まれました。次が勝負球でしょうか。打った、伸びます、スリーランホームラン、ライトスタンドに見事なアーチが描かれました。ジャイアンツさらに3点追加。今日2回目の打席、ワンアウトでランナーはありません。消えました。追い込まれました。次が勝負球でしょうか。落としてきました。バッターボックスには西、初球打ち一塁へ、スリーアウト。この回ジャイアンツ勝ち越し点を挙げています。4回に入りました。打ち上げました、センターフライ。バッターボックスにはシェルド、空振り、ワンアウトでランナーはありません。このまま一気に行くのでしょうか。手が出ません。3球三振です。バッターボックスにはブラウン、ギリギリ入っています。ブルーウェーブ現在リードを許しています。ツーアウトでランナーはありません。追い込みました。次が勝負球でしょうか。打ち上げました、三者凡退。ブルーウェーブ3番からの攻撃も得点を挙げることができませんでした。ジャイアンツ大きくリードしています。この回はピッチャーからの打順になります。ここでピッチャーを変えてきました。ジャイアンツ現在有利に試合を進めています。バッターボックスには清水、空振り、今日は2打数1安打です。一塁へ、ショートゴロに倒れました。これでツーアウトになりました。ズバッときました。今日は当たっています。空振り、レフト前ヒット、これで猛打賞です。抜けました、チャンスが広がっています。これもヒットになります。これで3連打、このまま一気にいけるでしょうか。打った、どうだ、入った、ペタジーニ満塁ホームラン、豪快なスイングでスタンドまで持っていきました。一挙に4点入りました。席には江藤、
ここでピッチャーを変えてきました。今日はホームランを打っています。いました。今日は当たっています。これでも大勝です。いい当たり、鋭い当たり。さあ打席には西。ボールはファールゾーンへ。懸命に追いましたが届きませんでした。長い攻撃が終わりました。しかしこの回ジャイアンツ一挙に大量得点を挙げました。この回の先頭バッターは立浪。一塁へ、アウト。打ち取りました。さあ打席には塩崎。ストライク。あっという間に追い込みました。ワンアウトでランナーはありません。一塁へ、ショートゴロに倒れました。これも内野ゴロに打ち取りました。ツーアウトでランナーはありません。ブルーウェーブ現在リードを許しています。一塁へ、三者凡退。この回3人で攻撃を終えています。ブルーウェーブ苦しい展開が続いています。この回はピッチャーからの打順になります。ここで代打を出します。一塁へ、アウト。打ち取りました。今日4打席目です。一塁へ、アウト。簡単に2アウトになっています。一塁へ、三者凡退。5回が終わりました。ジャイアンツ大きくリードしています。この回はピッチャーからの打順になります。ここでピッチャーを変えてきました。ここで代打を出します。ブルーウェーブ現在リードを許しています。打ち上げました。レフトフライ。さあ打席には谷。ストライク。塁に出したくないバッターです。あっという間に追い込みました。ワンアウトでランナーはありません。一塁へ、セカンドゴロに倒れました。これでツーアウトになりました。打ちました。三者凡退。完璧なリリーフを見せました。この回3人で攻撃を終えています。ジャイアンツ大きくリードしています。この回の先頭バッターは斉藤。ここでピッチャーを変えてきました。初球決まりました。今日は3打数1安打です。タイミングが合いません。力のない打球。一塁へ、アウト。さあ打席には高橋。一塁へ、アウト。これも内野ゴロに打ち取りました。初球決まりました。今日はホームランを打っています。あっという間に追い込まれてしまいました。ジャストミート、鋭い当たり。これで猛打賞です。ジャストミート、鋭い当たり、よく取りました。ランナー1人残塁。ジャイアンツ3番からの攻撃も得点を挙げることができませんでした。ジャイアンツ大きくリードしています。7回になりました。ブルーウェーブ現在かなり厳しい状況です。
塁へ、セカンドゴロに倒れました。さあ打席にはシェルトン。ストライク。ワンアウトでランナーはありません。打った、これは文句なし。吸い込まれていきました。ここで1点を返しました。フルウェル、このままでは終われません。ズバッときました。ジャイアンツ、このリードを最後まで保てるでしょうか。一塁へ、ショートゴロに倒れました。ピッチャーここは抑えました。今日は2打数1安打です。力のない打球、スリーアウト、後続をきっちり打ち取りました。この回ブルーウェーブ1点を返しました。この回は下位打線からの攻撃になります。打った、伸びる伸びる、入った、壁ホームラン。鋭い打球がライトスタンドに突き刺さりました。さらに1点を加えました。ここでダメ押しともいえる追加点が入っています。ズバッときました。ジャイアンツ、一方的な試合展開になっています。打った、どうだ、フェンス直撃、バッター二塁へ。さらにチャンスが広がります。このチャンスに代打を出してきました。いい当たり、打球はライト方向へ、入った、清原ツーランホームラン。ライトスタンドに見事なアーチが描かれました。ジャイアンツ、ここで2点を追加しました。バッターボックスには清水、抜けました、レフトにうまく流しました。これもヒットになります。今日5打席目です。抜けた、前の打席は内野ゴロに倒れています。初球決まりました。今日は当たっています。ノーアウト満塁、二塁へ、アウト、ホームイン、ダブルプレー。この間に1点を加えました。見ました、今日は大当たりです。この回は長い攻撃になっています。いや、ゆっくりとホームイン、左中間真っ二つ。そしてバッターランナーは二塁へ、ペタジーニ、タイムリーツーベース。フラフラっと上がりました。スリーアウト、長い攻撃が終わりました。しかしこの回ジャイアンツ一挙に大量得点を挙げました。さあいよいよ試合は終盤です。ここでピッチャーを変えてきました。ピッチャーペルーラ、ここで代打を出します。風はライト方向に吹いています。惜しい、ブルーウェーブ現在かなり厳しい状況です。打ちました、レフトフライ。さあ今日3回目の打席です。初球決まりました。ジャイアンツ、このリードを最後まで保てるでしょうか。平凡な当たり、一塁へ、セカンドゴロに倒れました。これで2アウトになりました。ここで代打を出します。打った、打球はライト方向へ、あと一歩伸びが足りなかった。
た。この回しっかりと抑えました。この回3人で攻撃を終えています。ジャイアンツ大きくリードしています。この回の先頭バッターは阿部。ここでピッチャーを変えてきました。打った、鋭い当たり、二塁へ向かいます。これで猛打賞です。ライト前ヒット、連続ヒット。さあチャンスが広がっています。ランナーホームへ突っ込む、アウト、ホームイン、ダブルプレー。この間に1点を加えました。今日は当たっています。ツーアウトでランナーはありません。平凡な当たり、一塁へ、スリーアウト。この回ジャイアンツ1点を追加しています。さあいよいよ最終回です。ストライク。今日はまだヒットがありません。あっという間に追い込みました。このまま一気に行くのでしょうか。ピッチャー強襲、一塁へ、アウト。さあ打席にはピラン。初球決まりました。風はライト方向に吹いています。あっという間に追い込みました。このまま一気に行くのでしょうか。ワンアウトでランナーはありません。いい当たり、鋭い当たり、二塁へ向かいます。ツーベース。前の打席は内野ゴロに倒れています。打ち上げました、センターフライ。さああと一人です。さあ打席にはシェルドン。今日はホームランを打っています。今日は3打数1安打です。打ち上げました、今ゆっくりとホームイン。シェルドンタイムリーツーベース。ツーアウト2塁。これもヒットになります。連続ヒット。ちょっと嫌な流れになっています。今日は3打数1安打です。見逃し、一塁スリーアウト、試合終了。ジャイアンツホームラン攻勢で勝利を収めました。スタジアム。